通りません。馬場奪って前を向く札幌、中村、中村です。小菓子は今まで意図するところでは、マリノスの方が、動かしたいボールの動かし方、一度後ろに下げてボールを落ち着かせる。サドーレ、中村東也がワイドに出ます。左利きの選手です。運んでいく、折り返す、縦に運んでいく、攻撃力自慢の中村東也から立てます。左足のクロスボール、裏のマッチアップが続きます。小柱は落ちて、中村から、ここも精度の高いボール、一発で抜け出した金子、振り抜いていきました。さあ、クボリがこの位置です。今危なかったでしょこれ。さあ、ワンタッチで裏へのスペース、ミランプジッチ体を入れる。札幌の今シーズンの間違いなくストロングです。中村東也から胸トラップ、宮沢ペイント入れて、浅野もう一人かす、左足ナイスブロック。ちょっともうしっかりとこう守備ブロック作るのでやりやすいと思うんですけども、そこから一気にこう逆サイドって、こういうのもそうですよね。ここの辺かなり狙ってますよね。やはり戦術が練られています。中村東也、裏に抜ける浅野、かわしてここでシュート、フラッグは上がってきた。中には武藤、そして奥に泉、武藤へ、武藤ペナルティーエリアの中に入った、倒れて、これは笛はありません、コーナーキックです。今の修正ってことも必要なのかなって思わせるようなね、点差も含めてです、攻撃がね、札幌が速いんで、浅野に入った時の1対1っていうのはね、野津田だ、つないだ、川村につながる、川村行く、中村縦パスが入ってテンポよく、ここはワンタッチを絡めながら前を向いた大津、大津の右足、競り合った中村、サウロミネール落とした、進入する外、中村でかわしてからというところ。さあ、田村がボールを持つ、この田村もスピードがあります。いい対応、中村東也、右足振り抜いていった、ロート、スピード勝負、マイボールにする、引きつける、そして細谷ダイレクト、このスルーパスから前に出てくる井上、この位置がシュート、思い切って最終ラインに加わっている福森、バックスピンをかけながら中村東也に出た、シュート、キム・ジンヒョン、ここは菅と入れ替わって、ね、中村が、ね、深い位置に取ってましたけどもね。